こんにちは。ファイブスター子供スクールの阿部です。本日の子育てのヒントは、ハーバード大学アジア進学率ナンバーワンの国についてです。先日から、船津徹さんの世界標準の子育てっていうお話を、しています。でこれすごく面白い本なんで、ぜひ読んでいただきたいんですけど、まあ、なかなか本読む時間もないと思うんで、こう内容をギュギュッとまとめてお伝えできればなと思ってます。で、その中でこう各国のね、いいところ、悪いところの教育についてお話ししてて、僕すごいそのパッションがあるんで、もうまじまじと読んでしまったんですけど、ハーバード大学、進学率アジアナンバーワン、率ですよ、率。どこの国だと思いますか？これね、実は、韓国なんです。韓国。韓国なんです。で、どれぐらいすごいかっていうと、もう日本の3倍以上とかの、数なんですけど、ちょっと待ってくださいね。これですね。アメリカの、ハバードですね。ハーバードだけで言うと、2015年、日本は78人、韓国298人、3倍以上ですよね。3倍以上でも、韓国って日本の人口半分なんですよ。だからそれだけでも率が高いって分かってるんですよね。まあ、それは、まあ、いろんなこう国の背景があるんですけど、結局韓国ってもう国が、会社が相当グローバル化してるんで、韓国トップ大学に出ても本当英語使えないと企業で働けない、失業しないんですね。だからもう外へ外へって言って、アメリカに行く留学生もものすごい多いんですよね。6万3000人、これも日本の3倍、日本1万9000人なので。でも、TOEFL っていう英語もずっとアジアワースト3位だったんですよ、20年前までは。でもそこから上がって、韓国はアジアナンバー、常にベスト3の中に TOEFL の点数います。で、日本はずっとワースト3です。カンボジア、モンゴルと同じぐらいの英語力って、これまずいなと思うんですけど。でなんでこう、もうだ学歴進行なんですよ。勉強さえできればっていうような、かなり厳しい競争の中でやってるんで、これポイントはね、まあ、もちろんハーバード行くのもいいんですけど、ドロップアウト率もナンバーワンなんですよ。ドロップアウト率、これハーバードだけじゃないですけど、アメリカのね、有名大学、まあハーバード、イエールなんていうところの人たちね、これコロンビア大学サミエル・キムさんの研究結果ですけど、 44% が途中でやめちゃうんです。だから今日ね、何を言いたいかっていうと、もちろん勉学磨くのも大事なんですけど、勉学だけで積み上げてきた自信って、大きな挫折経験の時やっぱ乗り越えられないんですよね。でも勉学はもう果てしなく上いますから、どんだけ韓国でトップで行ったとしても、ハーバードも世界のトップが集まってくるわけですから、もうすごい人って周りにザラにいるわけですよね。でその中で挫折した時に、何クソもう一歩やってみようって続けられるのか、まあもう無理だなって思っちゃうのか、まあ、結局ハーバードに入るのがゴールなのか、ハーバードに入ってその後のことをね、ゴールに考えてるのかも全然違うと思うん で僕勉強は大事だと思ってるんです。学ぶのは大事なんですけど、本当それ以外のところで自信っていうね、挫折経験、大きな失敗があっても乗り越えられる心づくり、本当に大事だと思ってます。それ何でもつけられるんですよ。スポーツでも音楽でも習い事でも、好きなことをね、目いっぱいやらせてあげて、自信身につけさせてあげてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。